くね。みまチャンネル。みまチャンネルの動物部屋へようこそ。動物が好きすぎて現在11種類3羽10匹と一緒に暮らしているマーです。動物の紹介をする前に視聴者の皆様へご報告があります。この度みまチャンネルのチャンネル登録者数が100人を突破しました。チャンネル登録してくださった皆様本当にありがとうございます。これで私たちも走り出し YouTuber です。これからもどんどん動画を投稿していくので引き続き応援してもらえると嬉しいです。さてさて今回は新しい仲間を紹介します。フクロモモンガのモノくんです。フクロモモンガって最近 SNS でもよく見るようになりましたね。じゃあ初めて動物をお迎えする人におすすめと言われるとです。とっても可愛いんですよ。人間で言うと赤ちゃんとずっと一生一緒にいる感じです。まず男の子か女の子かどちらを仲間にしましょうか。男の子の方が比較的慣れやすいそうです。女の子はおとなしい子が多いそうです。男の子はおでこに匂いを発する臭腺があっていろいろなところにこすりつけるので独特な匂いがします。トイレは基本的に覚えません。警戒心は強い生き物です。見てくれる病院はワンちゃん猫ちゃんに比べて少ないです。遊ばせてあげる時間が必要です。ストレスで自分を傷つけてしまうことがあります。偏食があります。夜行性で夜泣きします。群れで暮らすので一匹の場合なるべく一緒にいてあげる時間が必要です。2匹以上でお迎えする場合相性を見る必要があって、オスとオスだとかなり強めの喧嘩になってしまう場合もあるそうです。ざっとフクロモモンガちゃんの特徴をお話しましたが、フクロモモンガを仲間にする、ちょっとミーさんと遊んでる時に舌噛んじゃって群れで暮らすのところから分かりづらかったらすいません。